スパーゼイルは2011年に設立されたイスラエルの民間宇宙団体。2011年にグーグルルナーエックスプライズに参加する目的で設立され、月面探査機であるベレシートの開発を進めていたが、期日までに間に合わなかった。ベレシートは2019年2月22日にケープカナベラル空軍基地第48射施設からファルコン9ロケットによって打ち上げられた。 無事に月面に難着陸すれば、アメリカ、ソビエト、中国に次いで4カ国目となる月面着陸の成功となり、2017年6月にイスラエル宇宙局から750万の資金援助があったので純粋な民間資本によるものではないが、国家主導ではない民間プロジェクトとしては、初の開挙となるはずであった。しかし、2019年4月11日、 着陸ミッション中の写真を地球に送ることに成功するもコントロールを失い月面に墜落した。着陸には失敗したものの民間プロジェクトとしては初めて月面へ物体を送り込む成果を上げた。月面に着陸したベレシートの予想図ベレシートの実物大模型ベレシートとはヘブライ語で創世記を意味する。イスラエルエアロスペースインダストリーズの協力を得て 開発され、Google ルナー、X プライズでは着陸後、月面上で500メートル移動する項目があり、ロケットエンジンによる跳躍で移動することが検討されたが、推進剤の使用が多く、難易度が高いので移動しない仕様になった。ありがとうございます。